から寿司を食べに行きます。本当は行きたいね、寿司屋があったんだけど、カウンターがいっぱいでね、金曜日に夜でね。残念ながら、まあちょっと回転寿司に行きました。はい。その寿司屋で食べようかと思ったんだけどね。まあこの回転寿司って2つ、今この通りにあるんですけど、これから行くところが、弁慶ってとこですね。結構値段はします。回転寿司の中で高級な回転寿司屋なんで、まあ結構頼むんでね。それなりにお金はかかるでしょうけどね。ちょっと美味しいもの食べてこようと思ってます。ということでね。まあ、回転寿司屋ということでね。楽しみ。北海道行った時もね、根室かどっかで、花丸だから回転寿司で両者でも美味しかったですけどね。何も考えないとこ。何も考えサロにはうまい寿司屋があるということで、回転寿司サロ弁慶ですね。ちょっと行ってきます。ごめんなさい、アビ山で。これがヒラメでマダイね、両方300円です。300円ですね。あとカッパ巻き頼んで、エビの味噌汁です。いただきます。ウニですね。でこっちが大トロでノドグロ、全部572円かな、税込みでね。最後この締めでいっちゃいます。はい、いただきました。美味しかったですね。もう一個寿司屋、そっちも多分ね結構評価高いんでいいと思う。どっちにしようか思ったんだけど、まあこっち弁慶にしましたね。はい、向こうでもいいと思います。でもここもすごく良かったですね。はい、ネタが美味しかったしね。あれだけ食べて4000円ぐらいだったんで安かったです。普通の寿司屋に行こうと思ったんだけど、なんかカウンターがいっぱいだったんでね、まあ一人だったんでカウンターでーと思ったんですけど、カウンターがもう並んでちゃったんでちょっとダメだなと思ってね、こっちにしたんだけどね。まあほんと一皿二貫だから結構な、12皿食べたから24貫か、結構食べて、それと味噌汁と、あとは茶蒸しですからね、結構食べて、あれで4000円だったら安いですね。最後ののどぐろと大トロと、あとは生ウニですね。それを頼んで、ということで。まあ、皆さんぜひね、来た時に、回転寿司だと2皿、弁慶もいいと思いますね。どっちでもいいと思うんだけど、弁慶行ったんだけど、俺結構気に入りました。